マスキュラー、どうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9をやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、8代プリンセススカウトブルーム、こちらの桜響きを弾いていこうと思います。サイドチェスト8月のシンデレラ9、はい、ということで冗談をここまでにしといてですね、今回も、やっていこうと思うんですけれども、見てください、残り5時間59分、6時間切りました。こちらのね、響きちゃんのスカウト終わるまであと6時間なんですけど、まあいろいろ悩みに悩んだ結果、引こうかなっていう結論に至りました。はい、ちょっとツイッターの方でもね、引くか迷ってるっていう話をしてて、どうしようかなという考えてたんですけど、まあ、結局ね、ちょっと216巻で40連ですね、40連していこうかなと思います。はい、で、この響きちゃんの次に来る、総流院明美、もう来るんですけど、まあ、こっちね、キャッチャーでしかも花属性っていうところで、僕のね持ってる鈴若とちょっと被ってるんですよね。なので、まあ総流院狙うんやったら、こっちの響きちゃん狙っていこうかなっていう感じですね。で、響きちゃんね、月属性のサードでございまして、まあ、言うてもね、僕の持ってる UR 東雲と被ってるんですよ。ただまあ、守備適性のところが東雲、いてるんで、フェスゲンの東雲を入れればライトとして起用することができるんですよね。で、ライトの UR が僕ね、あかねちゃんなんですよね、 UR の、うん、で、まあかねちゃんね、そこまで打ってくれるってことがないので、なんかそれやったら響きちゃんを入れてちょっと打撃強化したいなっていう思いがあったので、ちょっとこっち引いていこうかなっていう結論に至りました。はい、あとはね、まあシンプルにコラボストーリーとかアニメとか見て、ちょっと響きちゃんに愛着湧いてきたっていうね。うん、まあ何が好きって、僕声が結構好きで、うん、このファイルーズアイっていう人いいねなんか結構風祭りの声もやってるんですけど、全然声のテイスト違くて最初気づかなかったんですよね。で、僕はこの響きちゃんの声がすごい好きです。はい、っていうのでちょっと弾いていこうかなと思います。はい、で、あとまあ今ね、この辺の草刈ルナとか坂上が再登場してて、まあ正直一番欲しいのは草刈ルナなんですけど、まあ40連で出る気がしないので、まあちょっとこっちで、まあこっちね、八内スカウトブルームなんですよ。なので、コイン置いとけて、まあ、合計で20枚集めると、UR と、変換できるんですよね。なので、まあ、ここで40連引いて、コイン貯めとくっていうのもありかなと思ったので、今回はこっち引いていこうと思います。はい、あとはまああれですね、シンプルにコラボ来てるんで、せっかくなんで引いていこうっていう考えもあります。はい、ではですね、40連の方を引いていこうと思います。さあ40連できるんでね、結構引けます。いきます。さあ、今シーズンの、今シーズンでか、今年の8内容は今んとこないんで、ちょっとねこの辺でちょっと上げていきたい。いきます。ゆわる、響き、お願いします。サイドチェスト、待って、来い。さあ演出なし、怖いな演出なし結局怖いんですよね。お、東雲、まあね、一応もし出なかったとしてもコインもらえてそれ置いておけるので、まあ最悪ね、しゃあないなっていう気持ちになれますね。うん、なのでまあこの八内プリンセススカウトブルームっていう機能結構ありがたいですねこのめっちゃ課金できない人とか無課金の人からするとすごいありがたい、機能ですよね。うん、さあ2タッチが結構来てますね。さあコラボですごい活躍しておりましたけれども、お、草刈ルナ SR か、あ、いいね、季節的に合ってますね。はい、さあシーナちゃんね、はいはいはい。さあ、お、マイコいいですね、マイココール出ました。さあそして、ココちゃん、まあコラボキャラなんで、シルエット見た瞬間に分かるんですよね。なのでそのシルエットが出ない限りはちょっとテンションが上げきれないというところ。そして月島、まあダメかな、はい、というところで、10連目こんな感じでございました。いやー、まあ渋いですね。うん、じゃあ一回戻ろうか。じゃあ、20連目いきたいと思います。さあ行きましょう。お、夕方、さあ夜まで行くか、夜まで行ったらすげえ暑いんやけど、お願いします。マスキュラー、待って、ちょっと待って、ね、いやーいいですね、楽しいですね。さあ来い。あ、夕方や、俺マスキュラーとか言ったからや、あー、いらんこと言った。さあ来い。お、いいね、長井ちゃん、
さあシルエットで分かっちゃうのがねちょっとね何とも言えないですよね。さあ響ちゃん来てくれ頼む。さあさっとね UR 久々に弾きたい。おマイクここならいいですね。マイクコール出ました。さあ竹富結構ねあのマイクコール皆さんしていただいてるみたいで嬉しいでございます私だから、ね、結構浸透してるみたいでツイッターとかねあのコメント欄とか皆さんね言っていただいて嬉しいでございますよ本当に。普通のあの SSR すら来ないっていうねなかなか厳しい展開でございますけれどもどうでしょうか。お近藤ちゃんねコラボで活躍してくれた子たちは結構出るんですがほらねニタッチとかさ SR かさあこれで終わりかな。ちょっと厳しい。あでもいいですね長い近藤ニタッチと3人出てますねしっかり。さあじゃあ残り20連やっていきましょうか。8月のシンデレラン9。いやー欲しいよなやっぱりこのね UR になった時のシーンが結構良くてですね、このシーンなんですけど筋トレしてるシーンなんですけど動くんですよねこれがまた素晴らしいんですよ。うんなのでちょっと欲しいんですよね。さあ、じゃあ引いていきましょう。残り20連いきましょう。さあちょっと気合い入れよういきます。はい。おちょっとなんかロード長かったな関係ないか行きます。 UR 響きお願いします。来い。さあコラボキャラは割と弾けてる方な気がしてるんで、すけれどもちょっと今回はダメそうか。さあ春日とかもね弾けてるし。お近藤ちゃん。さあこの流れ的には悪くない。いいよ。さあ椎名花山ココちゃん。いやーちょっと厳しいかな。八内運のなさがここに出てきてるな今。お野崎ちゃん。さあ R か。さあ茜ちゃんと、まあ、この辺でちょっと今まで出てなかった子たちが出てき始めましたね。さあこの流れで出てくれるのかどうだ。ダメか。ああダメなのか。まだ八内の運はちょっとないんでしょうか私には。さあいや今シーズン今年の運えぐいほど悪いな。さあ、これで30連解けました。 SSR ね1枚も出ないという、結構悲惨な感じになってますね。うん、じゃあ残り10連やっていきましょう。8月のシンデレラン9。おなんか悪いことしたかな。うーん割とね真面目に生きてると思うんですけどね。いやー八内は答えてくれないんですかね。うんということでラスト10連いきましょう。さあ40連で弾けるパターンってあんまり聞いたことないけど、さあここで確定演出出してちょっと盛り上がっていきたいところお願いします。はい。さあちょっと怖いな。夕方もいかんかなこれ。いや夕方行って夜っていうパターンが一番熱い。お願いします。夕方夜行ってくれ。サイドチェスト頼む。さあ夕方とりあえず夕方オッケー。さあ夜まで。うおー来た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 。ここで夜まで行った。確定室。さあどうでしょうか。これ結構熱いんじゃない。頼む。いやこれすり抜けやめて。まずあのシューレットが来てくれたら最高なんだが。さあ今回のコラボでは、この辺のね、あの翼とかね、ともちとか、野崎ちゃんとか出てきませんでしたね。うん珍しいパターンですよねそれも。さあどうでしょうか。あ違うね。 OK 耐えてる耐えてる。さあここで引いていきたい。いや違うよ。落ち着いて落ち着いていこう。さあピンクになるの落ち着いていこうみんな。さあ違うよつくも落ち着いて。 OKOKOK 耐えてるよ。 OK いきます。サイドジェスト。あ違うやめて。オッケーオッケーオッケー。緊張してきた。明日筋肉痛確定。あ違うなんか嫌な予感。あー主人公なんで。お持ってないやつやん。おいちょっと嬉しいの出すなや。ちょっと嬉しいやつ出してくるやんか。いやしかも季節的にぴったりやし最高やけど。いや違うやんか翼。今回のコラボ出てこんでええねんな。マジか。おまだある。あでも終わりかなこれで。終わりっぽいな。
さあ奇跡は起きるんでしょうか。なんか終わりな気もするけど、せーの、はい、来た、マイコマイコだった、まだあるわ、いやまだチャンスある、頼む、来い、いびきちゃん来い、いやー違う、いわきちゃんだ、同じパワー型やけど、いや俺の情熱は伝わらなかったよ。はい、ということですね、ラスト10年ちょっと盛り上がったんですが、こんな感じでした。まあまあまあ、あのね、あの申し訳程度にこの翼が出てくれました。すげえ可愛いんですけど、そしてね持ってないっていうところで非常にねありがたいんですけれども、違うよ違うよ、俺はムキムキのあの響きちゃんが欲しかったんだよ。サイドチェスト、はい、ということでですね、残念ながら出てくれませんでした。はい、まあせっかくなんで、もう、何さ16個あるんでね、単発3つ引けるんで、もうこれ引いておこうかな、もうせっかくやしな、単発で出るっていうパターンもあるんですよ、これ実際、ほら、ほら、来るよ、これ、確定につきました。いきます、さあ、夜まで行ってくれ、頼む。いや、これで、うん、いけるね、俺、知ってね、俺、いける。いや、無理か、無理やな。でも僕ね、春日ね、単発で引いてるんですよ。うん、いけるよ。さあ、ちょ、無理かな。せーの、はい。さあ、ちょっと諦めずに行こうぜ。さあ、一回無理かな。一回無理な気がする。最後、ラスト一回で来る気がするよ、これ。うん。ああ、びっくりした。違うね。はい。俺のムキムキ具合が決まる。よし。いきます。せーの、はい。お、何これ覚醒室、え、なんか音楽鳴ってんだけど、何これ来たんちゃん、これ覚醒室ちゃん、え、新しいやつ、何これ、はい、茶番でした、はいはい、ということで、出ませんでしたね、うんあーまた出なかった、ということで俺の八男ユンはいつ頃帰ってくるんでしょうかね、UR2,30連で弾いてたあの頃は非常に運が良かったんでしょうね、うん、最近は本当にそれができなくなってると、非常にね難しいところでございます。はい、ということでダンベルコラボね、まだまだ続いていくわけでございますけれども、皆さんね楽しんでいきましょう、ストーリーのね動画も出しておりますので、よかったらねそっちも見てくれたら嬉しいでございます。ということで、まあこの動画が上がってる頃にはもうこのスカウトは引けなくなってて、もう一人のね総流員明美っていうのがね来てると思いますので、皆さんねそっち狙ってみてはいかがでしょうか、ということで40連ぐらいじゃ、簡単に出ないよという動画でございました。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします、ツイッターもやってます、ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、女性みなみすいさんのジョッツでした。サイドチェスト。